県内は日中季節外れの暖かさとなりました。安岡村で園児が伝統野菜の収穫を体験です。もっと伝統野菜収穫のお手伝いをしているのは安岡保育園の年長10人です。安岡村に伝わる伝統野菜けんすけかぶなは野沢菜よりも柔らかく甘みがあります。9月に園児と飯田市の学生が植えました。みんな働いてくれてね、嬉しいね、楽しいなかなかない機会なのでいい機会だなと思いながら楽しくやってます。どう、お姉ちゃんと一緒に楽しい。根を切る作業があるため園児の作業は運ぶだけ。だんだん飽きてきたようですが、持っていくのが楽しかった。大きいのを持ってて楽しかったです。楽しかった。放射冷却が強まり朝は冷え込みが強かったものの、日中は穏やかに晴れ日差しがたっぷり届きました。最高気温は飯田 14.8 度、上田 14.4 度、飯山 14.2 度など各地で11月並みとなりました。春を思わせる日差しの下、1時間で70キロも収穫できました。あれ食べたことがあるかどうか分からない。収穫した源助かぶなは自宅に持ち帰って味わいます。